はい、皆さんどうもこんにちは。超初心者のための CSS 講座第2回目、早速始めていこうと思います。よろしくお願いします。今回はですね、 CSS でよく使われる単位というお話です。CSS では文字の大きさとか画像の大きさ、あるいは幅ですね、画面幅、区画の幅や高さの指定をしたりすることが多いです。その時に必要になってくる単位なんですけれども、大きく分けて2つあります。まず1つ目が絶対単位と呼ばれるものです。絶対単位と呼ばれるものにはピクセルというものがあります。これは画面上の最小単位を1ピクセルとした時の、単位になります。なので、10ピクセルだったら、最小単位が10個集まった、それぐらいの大きさです。それに対して相対単位っていうものはどういったものがあるかというと、まず上の2つを紹介していきます。パーセント、そして m というものがあります。パーセントの方はなんとなく分かりやすいかなと思うんですけど、この2つですね、基本的に考え方はどちらも同じで、ピクセルのように最小単位が決まっているというわけではなくて、これらはあくまでも親要素に対する大きさを表す単位ということになります。で、親要素、子要素っていうのは後で詳しく説明するんですけど、例えば親要素が32ピクセルっていうものが親要素の指定だったとしましょう。その時、50% っていうふうに指定すると 32% の半分なので16ピクセルというような、考え方になります。で、最後ちょっと特殊なのがですね、レムと呼ばれるものです。ルートプラス m で合わせてレムっていう呼び方をするんですけど、ルート要素、ルート要素っていうとより分かりにくくなると思ったんで、もうあえて書かなかったんですけど、何かというともう HTML タグの要素に対する大きさだと思ってもらえれば OK です。親要素とか子要素をもう超越した感じですね。HTML 全体タグで指定された大きさに対する、大きさの指定ということになります。なので HTMLの指定で、例えばデフォルトでは16ピクセルが1レムってなってるんですけど、なので、2レムってしたら16ピクセルの2倍なので、32ピクセルといった感じになります。あくまでこれはデフォルトの場合なので、CSS で HTML の、デフォルト値をいじくればその分、ここの数字も変わってくるということになってくるんですけど、考え方としてはそのような感じになります。では親要素、子要素といったものについてもう少し詳しく説明していこうと思います。はい、黒板向かって右側にご注目ください。親要素と子要素についてです。もう簡単に説明します。ここ細かく説明しだすととても難しいというか面倒くさくなってしまうので、シンプルに説明したいと思います。はい、まずですね、こんな漢字の、コードが書かれていると想像してください。div 区画分けのタグの中に、段落タグですねを入れて、文章を入れて、区画分けの終了タグで締めてるというような感じです。これって見た目的にも div 区画分けのタグの中に段落タグが含まれてて、なんだか、親と子みたいな関係っぽくないですか？そういうことです。この場合 div の区画分けのタグが親要素であるのに対し、中の段落タグが子要素ということになります。なので、さっきの話をつなげるとパーセントとか m っていうのは親要素に対する、大きさの指定でした。なので div のところで、例えばフォントサイズを32ピクセルですと指定します。でこれで、その下ですね、pタグの指定を何も書かなかったら、自動的にここの中に書かれた、文章の大きさっていうのは32ピクセルになるはずですよね。そうなんですけど、あえてここで、P にも指定をしました。で大きさの指定をフォントサイズ、50% とします。すると親要素では32ピクセルの指定なのでその半分ということになり、この「こんにちは」というメッセージの大きさは実質、16ピクセルで表示されるということになります。はい、黒板の説明だけではどうしても分かりにくい部分もあると思いますので、実際にパソコンの画面を見ながら確認していこうと思います。はい、画面切り替わってパソコンの画面を映し出しています。上の方にですね、HTML ファイルを映し出してて、その真下に、CSS ファイルを映し出しています。まず上から順に見ていきましょう。まずメインタグですね、親要素という意味で入れてます。親要素のメインタグに、フォントサイズ16ピクセルという、数値を設定しました。その中の小要素 P と H1 ですね、に、フォントサイズ 2em と、フォントサイズ 200% というものを入れました。親要素に対する大きさの指定になるので m と % っていうのは。なので16ピクセルに対して、2倍。で 200%、まあ2倍ですね。なので、H1 が太字になってる以外は文字の大きさは一緒ということになります。2倍なので、まあ32ピクセルで表示されます。この P と H1 っていうのはですね。まあ具体的には M は親要素の指定によって大きさが変わりますという文章と、%も同じ感じですっていう文章。この2つの文章は16ピクセルの2倍の大きさで表示されることになります。それに対し今度はレムですね。ルート要素に対する大きさの、指定です。まあ、ルート要素というのは要するに HTML タグの要素、指定になります。ので、こちらをご覧ください。フォントサイズ、まあ、デフォルトでもともと16ピクセルなんで書かなくてもいいんですけど、まあ、デフォルトと同じ16ピクセルをあえてわかりやすく書いてます。で、それに対する、フォントサイズの指定ですね。H2 のところは、ここになるんですけど、rem は HTML タグの指定によって決まります。と書いてます。で、ここでは、5rem って書いてるので、16ピクセルの5倍ですね。計算してください。5635155、80ピクセルかなで表示されます。かなりでかく表示されるっていう風にちょっと想像しとってください。その真下です。H3。ピクセルは絶対単位で親要素とかに関係なく指定の大きさで表示されますと書いてます。この通りで、H3 にはですね、絶対単位であるピクセルで40ピクセルという指定をしています。なので、HTML でフォントサイズを指定してるとか、メインタグでフォントサイズを指定してるとか、まあそういうのに一切関係なく、40ピクセルで表示されます。では、実際の Web ブラウザ画面を見てみましょう。はい、ちょっと無理やり一つの画面に押し込めた感じになってるんですけど、まあ同時にね、表示した方がわかりやすいかなと思ったので、このようにしてます。で、このテスト記入って書いてあるところは、ここですね。つまり、画面消えちゃった。すいません。なので、メイン16ピクセルになります、これは。で、それに対してその下の P と H1 は、2倍、それに対する 2M と 200% なので、16ピクセルの2倍に表示されてます。32ピクセルですね。まあ、ただ、H1 でしたところは、見出しタグなので、太字になっちゃってるんですけど、文字の大きさ自体は同じです。で、その下、かなり大きな文字で表示されてますね。HTML の16ピクセルという指定に対して、5倍の大きさで表示しなさいという表示をして、指定をしているので、こんなでかく表示されてます。で、一番下はですね、H3 で書いたところなんですけど、これは40ピクセルの指定で表示しろという絶対単位で、指定しているので、まあ、親要素とか関係なく、常にこの大きさで表示してくれてます。で、絶対単位と相対単位なんですけど、最初のうちはですね、絶対単位のピクセルの方が扱いやすく感じると思います。ただ、HTML とか CSS にある程度慣れてくると、相対単位の方が、いろんな場面で、調整がしやすかったり、いろんなデバイス、例えばパソコン表示であったりとか、スマートフォン表示であったりとか、そういったものに対応しやすいページを作るときには、相対単位の方が作りやすかったりするんですよね。なので、ある程度絶対単位で慣れてしまった後は、相対単位も使ってみて、そっちの方に少しずつシフトしていって、どうしても必要なところだけ絶対単位のピクセルで指定するという方法の方が、今後困らなくなるんじゃないかなと思います。はい。というわけで今回は CSS で使われる単位の説明でした。次回もまたよろしくお願いします。